民主君。民主君は、かつて存在した、日本の政党、民主党公認ゆるキャラ。民進党発足に伴い、公認が剥奪され、引退した。ツイッターのプロフィールによると、年齢は、不詳、自分でも知りたい。性別はなし、衣服は着用しておらず、体を覆う、赤いものは、皮膚というのが定説となっている。唇は、 魚肉ソーセージでできており、体型がたまたま民主党のマークに似ているため、民主党を応援している。大好物は、ガリガリ黄ミソーダ味で、オーメンは連邦。スリーサイズは、B206W230H206。趣味はツイッター、産経新聞と、新聞赤旗を購読している。なお、2015年中旬からツイッターにおいて、 挑発や相手を非難するツイートがなくなり、写真中心のツイートになったことから、中の人が変わったという疑惑が出た。18歳選挙権や若者の低投票率を理由に、ゆるキャラグランプリに出場して、若い人が政治に関心を持つきっかけを作りたい。と考え、ゆるキャラグランプリ出場を目指す。しかし過去の発言などが理由で2015年まで、 非公認キャラという位置づけで、公式のキャラクターであることが条件となっているゆる、キャラグランプリの出場資格がなかった。そこで、ツイッター上で、セム RT 達成したら、公認をもらいに、民主党に、自家判しに行く。と、家入一馬が、都知事選に出馬した、蔡の手法を真似し、1000名の賛同者を集める。その功績が認められ、黒岩栄井を青年委員長が、 公認決定を宣言。晴れで、民主党の公認をゆるキャラとなった。ゆるキャラグランプリ出馬会見では、にじゃ、ダメなんです。と宣言し、グランプリ獲得を宣言する。2007年1月より放送された党のテレビコマーシャルが何を訴えたいのかよくわからないとの声が上がったことから、同年4月の 第16回統一地方選挙に際して、同等所属の都議会議員、区議会議員現者10名が、若年層に親しみやすい、キャラクターとして、赤い丸を上下に配置した、当初のデザインをもとに発案、都道府県連のローカル CM で採用する、用途本部に提示した。同年7月29日投開票の第21回参議院、議員通常選挙では、東京都を中心に、 関東地方において選挙活動に従事。この時点では、党本部レベルでは未公認扱いであったが2009年4月に、党政年局の公認取り、8体の着ぐるみを追加投入。同年の2009年東京都議会議員選挙や第45回衆議院議員総選挙で本格的に該当活動を行うことになった。2008年2月より、動画サイト YouTube で、 アニメ、民主君シリーズが公開された。ここで登場する民主君は前出のマスコットキャラクターがベースになっているものの、より漫画的な二次元キャラクターである。アニメ、民主君シリーズは、当時衆議院議員であった高橋翔一が2009年に初当選する以前より、解説している民主党高所チャンネル連作形式により公開されている。アニメの制作には、 アドビフラッシュを使用しており、シンプルな動きしかないが制作を紹介する内容の、他、宇宙戦艦ヤマトや機動戦艦ナデシコ、機動戦士ガンダムなのアニメのパロディ等も交えて、短くまとめられている。もともと映像制作者だった高橋が、イラストから、編集、声優まで、すべて一人でこなしている。第45回総選挙における、高橋の初当選に際しては、 高の爪に登場する高の爪団戦闘主任、吉田君からのお祝いメッセージが、アニメ、民主君シリーズ、のトップページに掲載された。2010年11月19日、産経新聞が民主党有志のツイッターアカウント、民主君、民主君を、なりすましのアカウントであると報じた。これに対し、民主君はツイッターで、某新聞に、民主君なりすまし説が、どうして、 マスコットキャラのツイートに大新聞が神経質になるんでしょう。先ほど広報委員会から中野人に問い合わせがありました。昨年の衆院選前から東松議員などと相談して党の関係者が解説運営しているアカウントです。知っている人は知っていること。昨年の衆議院選挙の前からアカウントがありますよ。経緯や中野人のことは東松さんや 大阪さんなど以前からツイッターをやっている議員がご存知と反論した。そのため、産経新聞側の誤報という形で事態は収集した。2014年11月21日、小学4年生放送部の中村と名乗る人物が安倍晋三内閣の解散を批判するサイト、どうして解散するんですかを公開すると、民主君のツイッターアカウントもこれに便乗。 自身のツイッターにて、天才少年が現る。とてもいい。皆さんもぜひ。と投稿した。だが、翌日事態は一転し、慶応義塾大学の大学生が、小学4年生放送部の中村と、偽り政権を批判して、いた子を認め、謝罪文を掲載する。これを受けて、民主君側も紹介ツイートを削除し、作者からメンションがあり。 即座に小学4年生が作れるはずはないと判断しましたが内容には賛同できたのでそのフィクションに乗った形のコメント付きで紹介しました。民主君のツイートで皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びしますと謝罪した。ネットメディアネトラボが電話取材したところ民主党候補は民主君、民主君のアカウントについて無関係だとコメントし民主君 民主君が事実上のリスマシであることを認めた。これにより、産経新聞の過去の記事は、誤報ではなかったことが判明した。2016年3月27日、民主党が民進党として解消、結成されたことに伴い、民主君の挙手が注目された。民進党代表に就任した岡田克也は、党のマークが変わるので、公認の位置づけということはないと述べ、 公認を剥奪する考えを示した。民主君は名前だけでなくキャラクターの形そのものを変えることも検討するとしていた。同年4月29日に公認、引退をかけたゲームがニコニコ超会議2016で行われたが敗北、引退が決定した。今後再就職先を探すとしていた。同年9月、民進党は民主君の公認となる。 新しい公認マスコットを公募すると発表した。党のホームページで同月6日から15日まで受付党外から募集する選考委員による選考などを経て、2017年前半に予定される党大会で発表する。なお対象には、政賞として10万円と、副賞として民主君の党身大人形、全長約130センチが贈呈される予定だったが、 対象受賞者が民主君等身大人形の受け取りを辞退。このため事務局が民主君の生き方を検討した結果、廃棄に決定したことをツイッターで公表した。2017年3月、公認キャラクターがお披露目され、連邦代表により、皆さんに名前が浸透するようにという意味を込め、民進と命名される。なお、連邦代表は会見中に民主君についても言及し、 次のステージに進むことを考えたいと、今後も民主君を活用していく意向を示した。同年4月12日、民進党本部で行われた民進へのキャラクター引き継ぎ式が最後の表舞台登場となった。列席した大西健介青年局長によれば、廃棄処分が決定したことで、かわいそう、手内でなどの声が殺到したことを明らかにし、 これを受けて、県政記念館に寄贈することを発表した。県政記念館では、県政資料として展示される予定で、政党発の緩いキャラクターで、希少がある。若者の政治への啓発の意味で受け入れたと、記念館側は説明している。現在は、県政記念館内の政党グッズコーナーに、着ぐるみが展示されている。2017年10月3日。 立憲民主党結成に伴いツイッター上に、立憲バッカーのギターを手にした立憲民主君として再登場した。同15日には、鹿児島市の街頭演説で実物が登場した。考案者は、音楽評論家の高橋健太郎。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。